バタバタして悪いな。今回もでかいネタを仕入れたんだが、緊急の内容なんだ。なるべく手短に話すぞ。と、その前に、お茶か何かもらえるか？注文が多いんだから、水道水でいい？おいおい、いつも割のいい仕事を紹介してやってるのは誰だ？少しくらい、ホスピタリティってもんがあってもいいだろう。まあいい。言っちまえば単純だ。ゼロ号フォローの定期調査が、また始まるらしい。なんだって？これは、ガチのマジだぜ。しかも協会は、長期戦の構えだ。調査は数回に分けてやるつもりらしいぞ。俺がこれを聞いて、真っ先に頭に浮かんだのは、我が最も信頼のおける顧客であり、名声カクカクたるプロ棋士、パエトーンのことだ。あんたらも一枚噛みたいだろうと踏んだ俺は、あらゆるリソースを動員し、調査チームの募集に裏口を開けといた。ゼロ号フォローでテスト用の依頼をこなせば、派遣調査チームの一員として合法的にゼロ号フォローを調べられるぞ。確かに価値のある情報だ。温かいお茶を出してもいいくらいにね。状況は把握したよ。ちょっと考えさせて。もちろんだ。大事なことは夜に決めるなって言うしな。じっくり考えてくれ。そんで決心がついたら、スコット全勝基地ってとこに行け。そこでテストの依頼ができる。じゃ、失礼するぜ。また会いた。またいいのぶなだ。ゼロ号フォローの調査か。リンはどう思う？質問、ゼロ号フォローの調査とは何でしょう？ん？そうか。フェアリーはまだ知らないんだね。挑発とみなし、受けて立ちます。直ちにフォロー調査協会のデータベースで、ゼロ号フォローについて検索。誰も挑発なんかしていないよ。検索完了。ゼロ号フォローとは、その存続期間、影響範囲、危険度において新エリート内でも随一を誇るフォローのコードネームです。新エリート内の基地の大型フォローはいずれもゼロ号フォローから派生した強制フォローに端を発します。またゼロ号フォローは9とすなわちエリートを壊滅に導いた主な要因とされています。ゼロ号フォローの現状を把握し、その拡大を抑制するため、新エリートは定期的に有志を募り、当該フォローに対する調査、鎮圧、研究を行っています。以上をもとに、推測、マスターがゼロ号フォローの調査に志願するのは、新エリートを救うためです。ブッブー、あっちゃー、フェアリー。残念だなー。正解。リクエスト、今後のより的確なサポートのためにお二人が調査に参加したい動機を教えてください。何何？もうお手上げなの？
先にあんたの規約と動機を教えてくれたら考えてあげてもいいけどね。失礼ですがマスター、先ほどから私をいいように使おうとしていませんか。人聞きの悪いことを言わないでほしいな。妹の言う通り、僕らはお互い正直になるべきじゃないか。恐れ入りますが、私はその質問に答える権限を有しておりません。回答は適切な時期に適切な場所でお知らせいたします。恐れ入りますけど、そちらも適切な態度というものを見せる必要があると思うよ。そんな君に教えられるのは、ゼロ号フォローは報酬がいいことと、僕と妹が暮らし勉学に励んだ場所が崩壊したキュートにあったことだけだ。僕たちはあそこを調べる機会をずっと伺っているんだ。ああダメだよお兄ちゃん、フェアリーの言うことなんかにムキになっちゃう。これくらい構わないさ。一つ貸しを作ったと思えばいいんだ。とにかく決心がついたら、羊飼いが言っていたゼロ号フォローの前哨基地に行こう。いつでも出撃可能よ。何かよ、私は高くつくわよ。賢い選択ね。ジャトヤにかかれば。準備完了。いつでも出撃。銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。準備できてるぜ。聞こえるかい？リン。オーケー。HDD システムの通信回線、各測定指数ともに異常なし。今の僕たちの設備でも十分ここに挑む資格はあるようだ。それとフォロー調査協会の人が監督につくようだ。これで試験に受かれば、晴れて公式認定のゼロ号フォロー調査ライセンスが取れる。頼んだぞ、リン。私が今回責任を持って同行させていただく協会の調査員です。
いわゆる試験官だと思ってくれればいいですよ。同行中、企画から逸脱した武器の使用は禁止。指定されたルートもちゃんと守ってください。まあこの辺はもう言わずともお分かりかもしれませんが、それでも念を押しておきますよ。ゼロ号フォローが特別とされているのはその規模だけではありません。甘く見て非常事態に対する心構えを怠ると痛い目に遭いますからね。何せ調査協会には臨時職員の保険料を負担する義務はないんですから。とはいえきちんとサポートはしますよ。協会が模造したレゾブレムを提供します。レゾブレムの特性を適切に利用してチームメンバーの戦闘能力を上げていきましょうね。それでは出発しましょう。試験官として君たちの働きをしっかり評価しますからね。依頼開始です。行動目標、資質試験、外周のクリア。エーテル誘導体、レゾブレムです。効果、戦闘能力向上。同じスタイルを集めると特定の能力をさらに強化できます。同一スタイルのレゾブレム獲得数はここに表示されます。ここを押すとレゾブレムの効果に関する詳細を確認可能。もう一度押してレゾブレム選択画面に戻りましょう。適切なレゾブレムを選別することが行動の鍵です。すでにご存知のはずですね。とはいえ試験は始まったばかりです。任務に集中しましょう。
前のメンバーは安定したエリアから0号フォローに入れます。こうしたエリアに目を光らせ、チームの戦力を増強しましょう。警戒、アーマンハティを検知。通常のアーマンハティを凌駕する実力の持ち主です。ご自身の安全に気をつけてください。援護するぜ。リリー、ニコの親分、リリー受けてください。リリー降参なんてしないわよ。おお